つくづく運命とは皮肉なものだ。敵が火影の息子とはね。家臣小路殿、彼らに情でも湧いたかね。かつての忍びを。忍びとしての俺はとうに死んでいる。そう、殻のアウターとしての務めを果たすだけの道具です。なぜ彼らをあなたが直接始末なさらない。これは君のテストでもある。本当に情を捨ててかつての同胞たちを全員始末できるかどうかのね。俺の目的は忍びという生き方と決別すること。その証明のためにも科学忍具で奴らを倒す。ああ、俺たちで隙を作る。とどめは頼むぞ、ボルト。任せとけってばさ、こいつで。教えてやるってばさ、道具の正しい使い方ってやつをよ。